こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の15課65番目のビデオ、6番チャレンジ94番です。今日は司会ですね、 MC ね、司会の練習みたいな感じになります。今回やっているこのみんなの日本語、ダイガーでヤプユ、ダジャーダルユ、みんなの日本語の15課ですね。15課の会話のページになります。こちらですね。ページは94ページです。教科書がなくても簡単にできる内容ですので、よかったら一緒にやってみてください。でこのですね、このそうですね、1番の部分ですね、読みますね。ホワイトボードにも書いてあります。6番、チャレンジしよう。1、大学のホームカミングデーに代々の卒業生が集まります。実行委員になってパーティーを進行させてください。で今回このどうしてね、このようなゲームとかロールプレイのようなものをやるかというと、今回はね、こんな会話を、この最近だよね、3日ぐらい前までずっと読んできました。もしねこのビデオ初めて見ている人がいたら、今日は65番でしょ、53番から62番をぜひ見てみてください。私のみんなの、みんなのじゃない、まさみ先生の日本語教室のタイトルをね、名前をこうタッチして、でサブスクライブして、動画ビデオのリストに行くと全部見ることができます。ちょっとプレイリストがないので、スクロールして探してみてください。でですね、今回の会話のターゲットがちょっとしつこいですがね、何度も確認させてください。話をつなぐ、話を途中で切り上げる、で褒める、で謙遜するですね。で今回はこの大学のホームカミングデイですね、皆さんどんなイベントですか？参加したことはありますか？実はね、私は参加したことがなくて、あれ、私の大学にはホームカミングデイってあるのかなと思って、こうね、Google で調べたら、で、ググってみたら、なんとですね、私の大学、早稲田大学なんですけど、早稲田はどうやらホームカミングデイを日本で多分、初めの頃に始めていた、で、1980年代ぐらいから始めていたというので、私が早稲田にいた時にはもう、とっくにね、ホームカミングデイをやっていたようです。でも実際私は、あんまり大学に毎日行かなかったしね、知らなかったんですね。なので、そのイベント行ったことが一度もありませんでした。で、卒業した後も、ホームカミングデイというのは、ここにある卒業生がね、参加するものなんですけど、なんと一度も行ったことがありません。ちょっと今度調べてみます。でも、どんな人が来てるんだろうな。で、実際、ホームカミングデイでどんなことをしているかというと、私の大学の場合には、在校生ですね。今大学で勉強している学生さんたち、ね、1年生から4年生プラス、早稲田ではね、5年生、6年生って言って、留年した人も多分入れると思う。5年生、6年生とか、あとはまあ大学院生も来ますね、きっとね。あと、教授とか講師の先生方、そして卒業した人で、実は早稲田は学生の数がすごく多くて、一学年1年生とかだけで1万人ぐらいいるんですね。それで多分全員来たら大変なことになるので、どうやらググって調べたら、ね、卒業してから15年目とか25年目とか、こう節目というんですけどね、毎年じゃなく、卒業生はそのなんか節目に、ホームカミングデーに参加することになっているようです。私もね、次いつになるのかな。参加する機会があればね、行けたら面白いかもしれないですね。で、これ、じゃあ、ホームカミングデーと、学園祭ですね、大学のお祭り、学生のお祭りと何が違うかというと、また私の大学の話になるんですけれど、私の大学では、早稲田の学園祭の名前は、早稲田祭と言って、秋に2日間行われます。私も参加したことがあるんですけれど、たくさんお店が出ます。
で、出店ですね。いろんなね、お店がたくさん出て、みんなそれぞれ売りたいものを売ったりとか、あと見せたいものを見せたりとか、なんかいろんなことをするんですね。で、お金取ったり無料でやったり、いろんなことをやっていました。で、私のサークルって学生のグループね。私のサークルは何をやったかな？何だったかな？何かを作って売ったような気がするんですよ。ちょっと忘れちゃいましたね。遠い昔の話ですね。今ね、Google で調べたら、その秋の2日間で、なんと、早稲田大学は18万人もの人が参加するそうです。なので、学園祭だけでも、数が大きいです。数というか、違う、規模が大きいですよね。で、一般的には大学はもっと小さいものなので、ホームカミングデーは多分卒業生みんな呼んだり、あと、私の家の、近くにある近畿大学というところをね、面白いから調べてみたら、近大というんですけど、近大は、地域の人、大学の近くに住んでいる人たちを呼んで、で、学生食堂、学食ですね。学食で美味しいメニューを出したりとかするそうです。あと他にも、例えば、まあ、いいかどうかはまあ別として、例えばコンテストですね。大学、ビューティーコンテストみたいなコンテストをやったり、あとはコンサートをやったり、あとスポーツイベントね、スポーツが盛んな大学は、スポーツのオープンデイみたいね、有名なチームがそこでプレイをして、みんなに見てもらったりとか、あとマーチングバンドですね。で、こう、街の中をね、マーチして歩いたりとかね、する大学もあるそうです。ではですね、今回はですね、ちょっと長くなりましたが、大学のホームカミングデーです。そのね、イベントね。で、代々というのは、卒業生1回目の人とかね、2回目の人とか。私の大学は、明治時代にできている大学なので、ってことは、1868年ぐらいから明治が始まってるから、150年ぐらいとかですかね。歴史があるのかなです。だから150年前の第1回卒業生みたいなね。2代目、私何代目かわかんないです。卒業生でね。代々の卒業生が集まります。来るのね。大学に戻ってきます。で、実行というのはそのホームカミングデーのイベントをするですよね。実行する、イベントをする。委員、まあ、担当の人、係の人ですね、になって、で、パーティーを進行させてください。すごく大きいところで、多分すごく広い体育館とかね。私の大学では、大きい講堂というところがあって、ホールですね。で、1階だけではなくて、オペラハウスみたいな感じで、まあ、2階、3階とかがあったような気がしますね。で、こう、上から見る、下を見る感じ、ステージが真ん中にあってね。そこでじゃあちょっとマイクを持ってですね、やる感じになります。じゃあ私、司会をやりたいと思いますね。ここで、MC ね、司会をするときに大事なポイントは、多分、できるだけ敬語を使うこと。で、丁寧な言葉遣い、話し方ですよね。丁寧な言葉遣いをすること。例えば、基本体、普通形ね、カジュアルフォームは使ってはいけません。それから、いろいろな人を紹介するんですけど、紹介する順番は、基本的にはみんなに紹介するときには、目上の人からだん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 下の人にですね。もしね、2人の人を紹介するとき、偉い人と下の人だと、下の人を先に紹介した方がいいかもしれません。どうしてかというと、この目上の人のために先にね、この人に、知らせることがプライオリティだから、優先だからですね。でも今はみんなに、大勢の人に紹介するので、偉い人から順番に紹介するといいです。で、今回このホームカミングデーで すいません、一番偉い人というと、多分ですけど、学長だと思います。その大学の教授の中の一番偉い人ですね。あ、今、早稲田の学長って誰なんだろう？知らない。後で調べてみます。ではですね、学長から紹介します。じゃあね、始めありますね。パパパパパパパ、ね、拍手拍手拍手。はい。
皆様ってね、早稲田ではよくね、学生注目とかありますけど、今は言いません。それはちょっとカジュアルな時に使います。多分真面目にね。皆様、本日はお忙しい中、早稲田大学の討問会、これ名前です。パーティーのね、名前ね。討問会にお集まりくださいまして、どうもありがとうございます。私は今回の実行委員の実行委員長を務めさせていただきます。まさみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。では、まずはじめに学長からご挨拶をいただきたいと思います。皆様拍手でお迎えください。で、学長スピーチしますね。で、そして学長のスピーチが終わった。何々学長、ね、素晴らしいメッセージ、どうもありがとうございました。ね、では、次にですね、来賓、お客さんですね。来賓の、例えば、早稲田商店街、多分違うと思うね。実際には来賓、多分ね、日本、早稲田大学だと来賓は、首相が来たりします。なので、今は、早稲田出身の岸田首相になりますね。そうですね。では、ちょっと、首相を呼んでみましょう。ではね、来賓、来賓代表の岸田首相からご挨拶をいただきたいと思います。岸田首相、どうぞ、舞台へどうぞ。ね、はい。で、首相がね、挨拶しました。今、大変ですけどね。で、なんか、いろいろ話してくれます。はい。では、岸田首相、どうもありがとうございました。ではですね、では、今から、今回のホームカミングデイの、内容について、少し紹介させていただきたいと思います。ね、では、西早稲田キャンパスでは、キャンパスの真ん中で、チアリーダーのファルコンズによる、これ有名なチアリーダーチームです。今も多分あると思います。ファルコンズによるパフォーマンスが午前と午後行われております。それから大熊講堂の前では、トランポリン部、私それしか知らない。トランポリン部によるパフォーマンス。そして文学部キャンパスでは、ビューティーコンテストですね。ミスター香港コンテストが行われております。皆様どうぞ、ご参加ください。そして、それぞれの学生食堂では、新しいメニューを取り揃えまして、皆様に、美味しい学食をご堪能いただきたいと思います。では、どうぞ、皆様、ごゆっくりお過ごしください。パパパパパパパ。内容は何でもいいです。で、こんな感じで、皆さん、今話しているときに、私は少し丁寧な言い方ですね。で、そしてなるべく敬語を使ったりですね。もちろん丁寧は当たり前。です、ますは当たり前ですね。でも例えば、ご覧くださいとか、ご参加くださいとか、ね、あとは、ご用意させていただきましたとか、丁寧な言葉遣いをするようにしてましたね。これは、ちょっと今回のね、ビデオは、なんというか、なかなかね、なんかちょっと私のおしゃべりばかりで、ほとんど内容なかったので申し訳ないんですけれど、これぜひですね、このビデオをちょっと参考にして、で、次の授業ですね、このチャレンジのページに来た時に、授業中に皆さんに、この、司会ですね、MC の、ちょっとマイク渡すんで、はい、じゃあ私、お客さんね、こうやって拍手してるんで。皆さんが実際に授業中に司会の役をやるのをロールプレイをやってみたいと思いますから家で準備してきてください。で YouTube だけで見ている人はまあこんな感じかなふーんって、あとは今回のがいいきっかけになって、例えばテレビね、テレビやネットフリックスなどでトークショーとか MC でね、司会がいるような番組の時に日本人の司会の人がどのように話しているのかちょっと注意して聞いてみたら面白いかもしれないですね。では今日ここまでにしましょう。ここまでありがとうございました。頑張りましたね皆さんね。また明日一緒に勉強しましょう。で明日はちょっとね、今日のね、続きのような内容です。会話の最後です。今日と明日のこの会話のロールプレイですね。会話の練習が終わったら、次のページは読む、書くですね。読んだり書いたり、で、読解問題です。長文読解でね、リーディングコンプリヘンションをやりますから、今日ね、会話の最後なので、こんな感じですごくこうオープンな感じになっています。答えもないですし、これが正しいというのもありません。ただポイントは
敬語を使うことですね。です、あのですます丁寧形でもいいですが、できれば敬語を使いましょう。そして丁寧な言葉遣いにしましょう。例えば同じことを言うのでも、美味しいがいいですよね。うまいは言わないとかね。例えばね、そんな風にあの気をつけてみてください。例えばいいじゃなくてよろしいとかね。それから紹介する、人を紹介するのは多分ね、MC につきものよくあることだと思いますので、人を紹介する練習もやってみましょう。で、明日はですね、明日は実際に人を紹介する練習です。自分の誕生日パーティー、皆さんの誕生日パーティーをやっていきます。では皆さん、また明日も一緒に勉強しましょうね。今日見てくれてありがとうございました。また明日ね。バイバイ。あ、よかったら高評価、ライクしてくれると嬉しいです。お願いします。じゃあね、バイバイ。